ビス・プレスリーからレイ・チャールズ、うん、フランク・シナトラ、ベッド・ミドラー、ニーナ・シモン、アデル、ノラ・ジョーンズ、うん、ジャンルも性別も多岐にわたってます、はいね、でそんなアコさんの洋楽カバーの中から曲はですね、黒い炎を、これも懐かしいね、お届けしたいと、はい、オリジナルはチェイスですよね、うん、アメリカのブラスロックバンド、この時はね、ちょうどね、ホーンセクションっていうかトランペットとかそういうのを吹くのが流行ってたんですね、時代的に。なるほど。でチェイスが一番かっこよかった、やっぱり、うん、この曲を女性のシンガーがカバーするっていうのは、ね、これはね、ないと思います。ないです。これはね、あの歌詞がね、要するにあのちょっとエッチな歌で、はいはい、朝まで君と、まあ言いやすいとこまで言うと一緒にいたいと、これやっぱ感じたいと、はあはあ、エクスタシーとかね、はあはあ、感じたいと、で頑張って僕も頑張るから君も感じてっていう、だからそういう男が彼女に対してあいい思いさせるよっていう、うん、すごいですよね。あの君を欲してるんだとかね、欲してるんだ、うん、でもう愛してるんだっていう、そういう歌ですから、あんまり女は歌わないですね。でこれはアッコさんがもう本当にチェイスの迫力を上回るほどの迫力で、ブルーノートでもこの間歌われて、はい、すごい盛り上がりでしたからね。やっぱかっこいいなと思って、あの割と本セクションが決まってると好きなんですよ。アッコさんも乗ってくるというね、うん、当時はね、はでチェイスかっこよかったから聴いた時に、あこれ歌ってみたいなと思って、であのオリジナルはテンポすごい速いんですよ。で舌が回んなくて、ははでもこの歌は今でもね、聞いたりするんですけど、いろんな人がカバーしてるんだけど、外国でもみんな歌詞が違う。だからエッチな用語はいっぱいあるんじゃないの、外国でも。あそういうことですか。多分、うん、面白いですね、うん、みんな歌詞が違うからどうやって歌えばいいのよっていう時はありますね。で、アコさんは丁寧にその歌詞の意味をブルーノートでも事前に、実はね、うん、まあ、こういうことを歌ってて、うん、今おっしゃったように、うん、女性がカバーするのは珍しいんだけどね、うん、っていうことをしっかり説明した上で歌うじゃないですか、うん、だけども全く女性が歌ってるっていう違和感なく、あそう、もうド迫力の、うわお、素晴らしい歌で、これ全然歌ってないから、ね、あの日本放送で、全国放送で、僕、うん、アコさんのそれこそ55周年振り返る特番をやらせていただいた時に、うん、おかけしたんですよ、はい、そしたらツイッターの中でもこれものすごいやっぱ評判で、あそうですか、嬉しい、すごいかっこいいって声が上がりましたね、はい、今から聴いていただくのはオリジナルと、アッコさんのは50年前の1973年、うん、日劇でのライブ音源からお届けします。いやなんか恥ずかしい、これがですね、まあお見事な、53年前だと好き勝手歌ってるから、まさにアッコさんが楽しそうです。あそう、僕が聞いた感じ、あもう歌うことが、このカバーが楽しいっていう感じに聞こえた。あじゃあ聞いてみたいですね、はい、お届けしましょう、はい、チェイスで黒い炎、そして続けてアッコさんバージョン、1973年の日劇でのライブ音源から和田アキ子、黒い炎。